温泉旅行やっていきましょう。最後のシナリオとなります。前編からワクワク。ねえ、こんな話聞いたことある？お、なんだ、写真を加工しています。どんな話？結婚式の直後に行方不明になった新郎新婦の話。ウェディングドレスとタキシードを着たままどこかに消えちゃったの。どこかってどこに？それはわからないんだけど、でも目立つ格好だったからすぐに警察に見つかったんだって。はあ。二人はね、お互いに首を絞め合って死んでたらしい。すごいなあ。何それ、真珠ってこと？どうして？それがわからないの。遺書も見つからなくて亡くなった理由は謎のままなんだって。人生で一番幸せな日になるはずだったのに、なんでよりによって。どっちかが先に力尽きて締めが弱まるはずでは。ペンポンポンピンポン。M よ。1996年。なぜ K-F じゃないんだ。K-F だとバレるからか。O不か K-F しかないからな。バレるわな。少し曇った窓ガラス越しに見える外の景色は、畑と山とポツポツと佇む民家ばかりになってきた。京都だ。どちらかというと都心の喧騒や賑やかな場所が得意でない私は、このくらい牧歌的な風景の方が見ていて落ち着く。時々目に入る木々は紅葉が落ち、もみじかな、が落ちて枝だけになっているものも多い。もう少し、冬が深まった頃に来ていたら、きっと一面の雪景色を楽しめたことでしょう。駅から降りた時にはあんなに遠くにあった山々も今では随分大きく見える。窓の外を通り過ぎていく民家の一つ一つに古き良き日本の面影を感じるのは、ここが京都だという先入観が私の中にあるせいかしら。ちらりと隣に目を向けると、ティーヒコさんは、ティーヒコ、M よとティーヒコ、ティーヒコさんは、タツヒコさんかな。ティーヒコさんはまあ R4 さんちゃんよりは不自然さはないから、ティーヒコさんでいきましょう。退屈そうな顔で窓の外を眺めていた。少し心が痛い。ティーヒコさん、婚前旅行は海外に行きたがっていたものね。私がわがままを言ってしまったから。私たちの間に特に会話らしい会話もないまま山道を進んでいると、いつの間にかタクシーは旅館の前に着いていた。二人で婚前旅行か。うん。降りてトランクから荷物を取り出していると、従業員の方々が颯爽と現れて手伝ってくる。この二人が、その、さっきの噂に出てきた、結婚式で首絞め合って死んだ二人なのかな。あら！出てきました。あ、すみません。ありがとうございます。いえいえ、我々でお部屋までお持ちいたしますのでお任せください。そんな私たちを横目に、ティーヒコさんは旅館と旅館を囲む雄大な山々を眉間にシワを寄せながらくるりと一望する。あ、どうした？おう、ティーヒコくん、いや、美男美女じゃないですか。まったく日本の景色なんてどこも同じだな。少し街を出れば山ばかりだ。そんなに嫌だった？そう、風情があっていいじゃない。同じ山でも四季折々の景色を楽しめるのが日本の素晴らしさの一つだと思うわ。腹を刺す冷たい風に私はとっさに髪を押さえる。旅館の片隅に佇む木々からひらひらりと残り少ないもみじが儚く舞い散るのが見えた。そう、私は日本のこういうところが好きなの。晩秋とも初冬とも言えるこの中途半端な時期でさえ、その時期にしか見られない風情がある。ふと視線を感じてティーコさんの方に目を向けると、彼は私をじっと見つめていた。頬を撫でる風がより一層冷たく感じる。私の方もきっともみじのように赤くなっているに違いない。それが恥ずかしくて私はつい顔をそっぽに向けてしまった。ふん、そんな式も含めてもう飽き飽きだと言っているんだ。どうした？どうしたの、ティーコちゃん。ダメよ、そんなこと言ってちゃ。いつまでも同じような場所で同じような景色を見て同じようなことばかり体験するというのはよろしくない。こんな狭い島国に引きこもってないで、もっと世界に目を向けるべきなんだ。楽しめ、旅行を。他国には日本とは全く違う発想や考え方がだな。誰に語りかけるでもなく、ティーヒコさんは語り出した。離婚よ。出会ったばかりの頃は驚いてしまったティーヒコさんのそんな一面も、今ではすっかり慣れたもの、もう慣れたものやった。まあよかった。すると、旅館の中から、おかみさんらしき、
おかみさんらしき女性が出てくるのが見えた。あら、また美人な。本日は遠路はるばる、ようこそお越しくださいました。お部屋までご案内しますので、どうぞこちらへ。はは。おかみさんは、深々とお辞儀をし、私たちを、館内に案内してくれる。はあ、いいとこじゃないか。まあ、素敵。玄関に入るなり、私は思わずそうつぶやいてしまった。木造で統一された館内から、ほのかにヒノキの香りが漂ってくる。壁には肩幅もありそうな大きさの額に、大きく禅と書かれた和紙が飾られている。はあ、和紙が。はあ、掛け軸とかじゃない、和紙が。そばには樹齢何十年もの松の木がそのまま小さくなったように、生命感にあふれる盆栽が置かれていた。はあ、なかなか詩的な表現。古き良きというやつが、いかにもお前が好きそうな雰囲気だ。眉が、隣のティーヒコさんの顔を見ると、眉を潜めていた。でしょ？変わらないものって素敵だと思うわ。ティーヒコさんは私を見下ろすと、小さく口を開き、思いとどまったように、しかめ面のまま口をへの字に結んで黙ってしまった。一体何を言いかけたんだろう。文句言いたかったんだ。もう夫婦になるのだから思ったことは素直に言ってくれてもいいのに、大体わかるやろ、もう。いや、ティーヒコさんのことだからきっと私に気を使って言葉を飲み込んでくれたのかもしれない。はあ、受付のカウンターで手続きを済ませると、おかみさんが引き続きじきじきに案内してくれる。はあ、ちゃんとしてるね。この廊下を左にまっすぐ進んでいただくと、右手に宴会場が見えます。はあ、さらに奥に進んでいただくと、当旅館自慢の天然温泉に続く廊下がございます。温泉は2種類ございまして、1つはヒノキの露天風呂、もう1つは石造りの露天風呂です。この時期はどちらのお風呂も赤く染まった山々を一望することができます。ええー、なあ、行きたいなあ。今の時間帯はそれぞれ男湯と女湯で分かれておりますが、午後5時を境に入れ替えを行っておりますので、どちらもお楽しみいただけます。そう、それが私がこの旅館を選んだ理由の一つだった。ティーコさんは旅館選びは完全に私に一任してくれた。本人は国内の旅行に興味がないからだと言い払っていたけれど、私が気兼ねなく好きな旅館を選べるようにという彼なりの優しさだったんじゃないかしら。ポジティブシンキングしとるな。なかなか。はい。おかみさんの説明は続く。当旅館は明治19年から続いております。これも長くご贔屓にしてくださったお客様方のおかげで、明治19年すごいな。ということは110年近く続いていることになる。道理でとても趣のある旅館だと思った。まあ、でも改装はしとるやろ、さすがに。100年、あれだとね。隣を歩くティーヒコさんを見上げると、相変わらず全く興味のなさそうな顔をしている。何も変わっとらんぞ。ティーヒコさんに申し訳なさを感じる一方で、言葉を交わさなくても、ティーヒコさんの表情から心の内を想像できるようになったのは、なんだか嬉しくもあった。でも興味なさそうな顔しているのを察知して嬉しくなってどうすんだよ、お前は。そうこうしているうちに私たちの部屋、菊に着いた。ここが菊です。長旅ご苦労様でした。どうぞごゆるりとくつろぎくださいませ。最後におかみさんは深々とお辞儀をして去っていった。親切なおかみさんじゃないですか。私は畳の上に荷物を置いて部屋をぐるりと見渡す。まさにこれぞ旅館といった純和室。ふふ、素敵なお部屋ね。素敵ね。障子を開けるとそこは、ごめん、読めん、公園にしか見えん。広淵なんて読むんだろう。丸い机を挟んでゆったりとくつろげそうな椅子が2つ向かい合っている。あー、なんかそういうとこあるね。わかるわ。素敵素敵とうるさいな。それしかないのか。もうなんなんくつんけんしとるの。だって素敵なんだもの。こればかりはしょうがないわ。おー、いなし方が慣れとるの。ティーヒコさんはなんて読むんだ、後編でいいのかな。椅子の片方に腰をかけると上着の内ポケットからタバコを取り出し火をつけた。もう公園って呼ぶからな、次から来ても。私は今の机の上に置いてあった茶器を使ってお茶を入れると、一服しているティーコさんに差し出した。どうぞ。ティーコさんは無言で窓の外を眺めている。お茶菓子はいかがかしら。ティーコさんはちらりと私が手に持っていたモナカに目を向ける。甘いものは嫌いだと言わなかったか。もちろんティーコさんの好みは知っている。それでも疲れた今なら甘いものが欲しくなってるんじゃないかと聞いてみたけど、余計なお世話だったみたい。ティーヒコさんはため息をつくように煙を吐き、
続けた。 M よ、お前がどうしても京都がいいと言うから今回の新婚前旅行は折れてやったが、新婚旅行は絶対にハワイに行くぞ。ハワイなんかい。ハワイかい。ハワイ、ハワイか。以前にティーコさんには伝えたけど、やっぱり海外は怖い。なんかティーコさんなんかこだわりあるから、ハワイとかじゃなくこうヨーロッパ的なそういうところに行くんかなと思ったんやけどな。そうっすか。だって向こうは銃の所持すら当たり前と言うじゃない。言葉が通じないだけじゃなく常識すら通じないに違いない。ひょっとしたらちょっと言葉を間違えただけで簡単に撃たれちゃって、それはちょっと怯えすぎなのでは。ワイもハワイ行ったことないけど、そんな恐ろしい可能性を考えるだけで背筋が凍る思いだった。でも私たちはもうすぐ夫婦になるんだから、わがままばかりも言ってられない。ティヒコさんは今回は私の要望を聞き入れてくれたのよ。それだけでも十分に感謝しなくちゃいけないわ。でもこの後首絞め合います、この二人。そうね。婚前旅行はハワイに行きましょう。ティヒコさんは机の上にの灰皿にタバコを押し付けると手持ち無沙汰になったようで、再び窓の外の景色を眺めていた。ティヒコさん、せっかくだからもう少し館内を見てもらってみない？お夕飯までまだ時間、少し時間があるし。ティヒコさんめんどくさそうに顔をしかめた後、ため息をついてタバコを胸ポケットにしまい立ち上がった。暇つぶしにはちょうどいいだろう。付き合ってくれるんだ、優しいわ。もう寝るとか言うかもしれないからね。まあまあいいじゃないの。涼しげな川の流れる音に耳を傾けながら、渡り廊下をティーヒコさんと並んで歩いていると、ふと窓の外に目につくものがあった。そろそろ怖いね、怖い。ティーヒコさん、あれは何かしら。顔なしこけし。ティーヒコさんは言葉で答えず、目線だけこちらに向ける。ほら、あれよ。旅館の中庭にポツンと小さなお寺のようなものが立っているのが見えた。あらあら。あれは祠かしら。あのちんけな祠がどうしたというんだ。祠というのは神や仏を祀る小規模な電車。電車でいいかな。大方昔に近くの川が氾濫したとかで、二度とそんなことが起きないよう神頼みのために作ったとか、そんなところだろう。自然災害を相手にそんな迷信や信仰に頼って対策した気になるとは滑稽だな。バカバカしい。そんな罰当たりな。ティーコさんの前じゃ大きな声で言えないけれど、私はそういった神様や運命といったものを結構信じるタイプだった。この世には科学で説明できないことがたくさんあるんだから、きっとそういう人知を超えた何かがこの世にあるに違いない。そんなタイプだからか、私はあの祠にどんな由来があるのか好奇心が刺激されて仕方なかった。ティーヒコさんはもう結婚できない男みたいなやつだけど、大丈夫なのか。よう好きになったな、こんなやつ。そんな時ちょうど旅館のスタッフさんが通りかかってくれた。まだ学生といっても通じるような若い女性だ。あの、お忙しいところすみません。ちょっとよろしいですか？はい、何でしょう？あそこに見えるあの小さな祠、あれは何ですか？あれですか？あれは悲恋の果てにこの世を去った男女の魂を祀るために建てられたものだそうです。はずれぷっぷーぷっぷくぷー。悲恋の男女。川の氾濫とか言うてましたけど。はい。その昔、どれほど昔かは存じておりませんが、資産家の息子さんと使用人の娘が恋に落ちたそうです。まあそんなドラマのような恋愛が本当にあったのですね。はい。ですが身分の違いから二人の愛は周りに認めてもらえなかったそうです。当然だろうな、とティーヒコさんは。ちょい、アレクサ、ストップ。すいません。当然だろうな、ティーヒコさんは厳しい言葉を挟む。それで二人はどうなったのですか、と私は続きを促した。ある夜二人は掛け持ちしました。そして二人だけの式をひっそりとあげ、この近くの沼に身を投げたとされています。きっとそれが二人が添い遂げるための唯一の方法だったのでしょう。そんな、死を選ぶしかなかったほどに二人の愛を認めてもらえなかったなんて、さぞ悲しかったことでしょう。辛かったことでしょう。本当なら未来でたくさんの幸せが二人を迎えてくれるはずだったのに。私はその話を聞き感情移入するあまり涙ぐんでしまっていた。私は祠に向き直り、二人の魂に祈りを捧げようと思った。せめて二人が天国では幸せにいられるようにと。でも手を合わせる直前、ティーヒコさんが私の手を取った。え、何ですか、不粋な。ふん、何が悲恋だ。困難に抗うことを諦めた負け犬の死を美談にするなど、いかにもしみったれた日本人が考えそうなことだ。そんな連中に手を合わせる必要などない。行くぞ。おもろいな、君。面白い男。ティヒコさんは私の手を引っ張って歩き出す。
どうしたんだろう。私の手を引くティヒコさんの力が強い。いつも気難しそうな顔をすることが多いティヒコさんだけど、今は特に何か感情的になっているみたいだ。どうしたのやろうね。ロビーを通りがかると、おかみさんが駆け寄って声をかけてきた。うん。ああ、ティヒコさんはお探ししておりました。お部屋にお電話してもいらっしゃらなかったもので。なんだ。ティヒコ様の会社の方からお電話が来ております。連絡してくるなとあれほど言ったろうが。はあ、まったく。自立心の乏しい連中はこれだから困る。難しい性格しとんな、本当に。私の手を離し去っていくティヒコさんの背に、私はこの辺りをもう少し歩いてくるわねと伝えた。よし、お見舞いに、お参りに行け、また。手を後ろに組んでブラブラと私は当てもなく旅館をさまよっていた。はあ。明治の時代から時が止まったような旅館内の独特な雰囲気を堪能した。今んところホラー要素ゼロ。お土産コーナーなんかも、この地方の名産品や文化にちなんだものが並んでいて面白い。こういうのを眺めていると、遠くに来たんだなという実感が湧いてくる。はにゃ。さらに散策を続けていると、いつの間にかおかみさんに案内してもらった大浴場近くの廊下まで来ていた。壁に書かれた。あれじゃないか。渦巻きになってんじゃないか。この回廊は。ふすまじゃないわ。障子だわ。大丈夫や。壁に書かれた温泉の効能は疲労回復、美白効果、血流改善、関節痛の改善。他にもあれでしょ。顔なしこけしの効能と同じこと書いてあるんじゃないの。他にもいろいろ書いてある。無病息災とか。私は温泉のこういう効能を眺めるのが好きだ。ただでさえ気持ちいいのに、入るだけこんなにもうたくさんの恩恵が得られるなんて、なんて贅沢なことだろうと思う。リウマチとか書いてある。ただ、混浴だけでない点が残念だった。ティヒコさんと一緒に入りたかったわー。そんなことをつぶやいていると、ふと奥の T 字型の角を横切る女性の人影が目についた。何ですか？ありゃー！これはビジュアルじゃん。メインビジュアルじゃん、会話の。このソフトゲームの。